総主官は、富山県南都市総主にあった上官。一辺三十メートル弱の方形を成した、小規模な平城。車の周囲に土塁を巡らし、その周辺を堀りで囲っていたと思われる。平家の落ちぶど、平総主にちなんでいるという説があるが確証を得ない。平総主に関しては不明。永遠少年館諸島、関東館令、上杉昭貞の弟である、越後国主語。 上杉夫妻よの家臣、小林の之が築城して山田省を治めた。城下には大区長、家事長、高野町、小引町といった地名が残っている。永昇4年8月7日、夫妻よが越後国主五代、長尾田目影に攻められ敗死。それに伴い城主が越後国へ帰国し、宗主城は放棄されたという。その後、藤井家兵なる者が寄って、 上杉謙信に攻められ戦死したという話もある。周辺では五輪島が大量に発掘されているが、この辺りは文明13年8月に古中国福密城主石黒光つ吉が伊王山総会寺と組んで随戦寺らと戦い敗退した田川原の戦いが行われた場所であり、それに関連しているものと思われる。藤井貨兵の妻、市が、 追ってから逃れるために産んだばかりの赤子を創始館の地中に埋めて逃げ、後に赤子の声が塚の中から聞こえたという。この塚は三静塚と呼ばれ、住民によって手厚く祀られている。跡地には新名車が建っている。境内は周辺より一段高くなっており、土類がはっきりと確認できるが、堀があったと思われる場所は水田に変わっており、確認できない。 石碑、案内板が建てられている。ありがとうございます。